トコムスクエア第3部は金についてコモディティインテリジェンスの近藤雅代さんに解説をしていただきます。よろしくお願いします。さあ、金の今日のポイントは、はい、ポイントは最初先週の金曜日でございますが、雇用統計アメリカで出ました。はい、まあ、結果的にはまあ、後で言うんですね。これはポイントですからね。うん、それの話を最初にして、はい、次は金の輸入量。これは、金の輸入量じゃなくて、豚肉の、豚熱ですね。豚熱の影響で、はい、どうなったかってことですね。あ、これ豚熱なんですね。アフリカ豚熱という、ということで何て言ったかな。略語があるんですけども、忘れちゃいましたけども、はい、アフリカ豚熱のこれらですね、これら菌は日本でも流行ってますね。そう、日本もね、ちょっと豚養豚がちょっとね、影響を受けてますけど、同じですね、同じ韓国もすごいですね、今。ですから、まあ、この辺では、豚が減ってますということで、はい、そのためにインフレになっちゃったってことですね。豚大好きなのに高くなったら困るんです。そうそういう人多いな。中国は特にね、豚は主食の一つでございますから、インフレになって、だいぶ、はい、なんていうか、政権が、怖いでしょうね。8月のインフレ率が高かったんですね。あ、そういうことで消費者物価は上昇するんですね。そうそう、豚の影響なんです。そう、後で見られます。はい。から最後、中央銀行協定が延期されなかった、はい、ということをご説明申し上げます。はい。はい、じゃあ、ここで日産証券からのお知らせです。日産証券では株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。はい、さあ、それでは雇用統計のお話から。そうですね。はい、アメリカの雇用統計が先週金曜日に出ました。第一金曜日は毎月出されるわけですね。結果としましては13万6千人増ということで、はい、まあ、予想よりも多くてですね、はい、ウォールストリートの予想ですと14万5千人だったんですが、うん、予想よりもウォールストリートよりは少ないですね、少なかったんですが、まあまあ、はい、そんなに悪い数字ではなくてですね、3.5% っていう失業率は 3.7 から下がったんですけれども、はい、1969年ですから、何年前ですかな、40年前、69年、31年、50年ぐらい前、はい、計算できない、はい、はい、50年前、うん、以来の低い数字で、もう完全雇用に近いですね。ですからまあ、日本よりいいですね、これね。ということで、非常に良くて、はい、ですからまあ、アメリカの不景気だ、不景気だと言ってますけれども、なんていうかな、気分の問題でございまして、トランプさんが中国との間で貿易摩擦をやってますから、それに対して PMI が、つまりシカゴ購買部とか、そういったところの景況指数が悪くなってるということでございますね。ですから、パウレさんもあまり、アメリカの景気はいいと言ってますね。断言してます。ただ、この雇用統計についてはコメントしないという述べておりました。はい、この間の会見ではですね。それから、ここに書いてあるのは、そういったことで、まあ、平均時給も 2.9% 増加したとかですね、はい、堅実な状況にあるということでございますね。うん、で、これがグラフでございますが、左側が就労者数の増減でございますから、まあ、あまり多くはないというところは、前よりはギザギザの下の方に来てますけれども、まあ、それを、うん、まあ、悪くはないってところなんですかね。比較的少ないの方に入りますけどもね。だから失業率はもうずっとこれ、はい、05年から書いてありますけども、ね、09年11月に 9.9% までいってますから、それは 3.5 まで相当下がってますね、はい、もう。その以前よりも下がってますもんね。そうですね。もう前の低い時50年って言いましたっけ ?50 年。そうですもんね。ですから、完全雇用ですね。日本は 4.6 だったから、そのぐらいじゃないと。はい。はい、中国の金、インフレ、豚肉。中国の金、インフレ、豚肉、つまり、
右のグラフはですね、中国のインフレが高いと金価格が上がりやすいという、はい、うん、金の名目リターンという濃いグラフ、濃い縦棒が名目で、実質が薄い紫色なんですが、はい、3% 以下のインフレじゃないときは右側で、 3% 以上のインフレが高いときは左側のグラフでございまして、うん、ですからインフレが高いときは金の価格が上がりやすいと、うん、金価格のリターンというのは上がったってことですね、うん、実質リターンというのはリマ、はい、インフレを引いて、引いた割合で実質的に金の価格が上がったのは左側ということでございまして、うん、3% を超えて上昇したときは平均リターンは 17% だったと、うん、はい、人民元建てですね、人民店じゃないですね、人民元建てでございます。 3% 以下に比べて2倍ぐらいですね。そうですね、はい、2倍以上、うん、はい、だからインフレになると金が買われるということがあります、はい、まあ、それ顕著に見られると。そうですね、通貨が安くなるわけですから、はい、通貨が紙を持っていってもしょうがないということで、うんうん、貯めたお金、まあ中国人ってものすごい金持ちですから、3億円とか5億円とか持ってますから、はい、そういったお金持ちの話のことで言えば、うん、人民元で3億円持ってると、うん、3% でもすごく減価しちゃいますから、うん、そういったものよりも金に変えておくと、うん、同じようにインフレと同じように金価格上がりますので、うん、皆さん金に変えるわけですね、はい、物にすればいいということですね、インフレの場合は、はい、ということでございまして、インフレと金価格では過去17年間では非常に良かったと。平均リターンが 17% であったということですね。はい、インフレが上昇中なんですが、8月は 2.8% という、まあ、消費者物価指数が上がったんですね。18ヶ月ぶりの高値になった。それはなぜかっていうとですね、まあ、はい、主にはこの豚肉なんですね。一番左側が食品の値段が上がった分野別に書いてありまして、はい、医療とか、まあ、サービスとか医療ってなんていうかお医者さんの方ですね、はい、それから交通通信とか娯楽レクリエーションとか住宅とかいう分類でいきますと、左側の一番食品のところは一番大きいですね。そのうちの半分ぐらいが豚肉の影響が 51% に上ると。豚肉の価格が上がっちゃったことが、はい、消費者物価を上げているということでございますと。豚熱のせいで。そうなんですね、はい、で、豚肉につきましてはどうなったかっていうと 40%、はい、40% ですね。だから100円が 140円になったということでございますね。ということで、8月の消費者物価指数の中の、89% を占めていると、うん、上昇率の中の 89% を占めているですね。ですから、うん、大変な問題でございます。もう豚がいなくなっちゃったわけですね、はい、殺されちゃってね、うん、そうですよね、これ以上広がらないように。そうそうそう、殺処分されちゃってるという。そうなんですね、うん、人間には関係ないですから、その殺処分して食っちゃっても食べちゃっても大丈夫なんですけど、うん、まあ新しい子豚が大きくなるまで時間かかるってことですね、うんうん、ということで発育頭数が減ってるってことですね、はあ、そういうことでございまして、はい、アフリカ豚熱は、はい、人間には無害だが豚には致命的な伝染性ウイルスだということでございますと、うん、いやなんで菌と豚なのかなと思ったんですけども、こういう関係があったんですね。豚がいなくなると豚肉が高くなって、うん、豚肉の需要が多いんで、うん、結局消費者物価指数が上がって、はい、それが菌を買う人にとってはインフレになったということで、うん、菌を買わなくちゃいけないという雰囲気になる、うん、はい、じゃあこれから豚のウイルスのニュースが出てきたら金価格の方にもピピピッとアンテナを張らせるという、ね、日本はあんまりあれですけどね、はい、でもだいぶ日本でもだいぶ流行ってますからね、うん、豚肉上がってるんですか。ちょっと私日本の価格知らないんですけど、あんまり買い物行かない。まだスーパーに行ってそんなには感じないですけれど、日本はあんまりそれほどの被害は受けてないですね、うん、だいぶでも屠殺されてますけどね、はい、これが豚の飼育頭数と、はい、豚肉価格の関係でございます。緑色が豚肉価格で、飼育頭数が、はい、赤いグラフがヒューッと下がってまして、価格がヒューッと上がってるということですね。13年ぶりの高値と、ね。はい。次の話題なんですけれども、ね、欧州中央銀行協定の更新停止。そうですね。はい、今年の9月にですね、停止されました。1999年に、
最初に CBGA1 ってのが出まして3まであるんですけども、4まである、4まであるんですけども、これは欧州の中央銀行が個別にですね、当時は売ってたんですね、金を。はい、あのお金が、まあ、政府の財源のために、ドイツとか主要中央銀行、欧州の中央銀行が金を売却を個別にポロ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 したんですね。うん、じゃあそれはもう金の価格が下がっちゃうよということで、欧州の中央銀行が集まりまして、最初は15行で、署名したんですけども、後には20何行になったんですけども、そういった銀行の間で今年は何トンしか売りませんという頭を決めたんですね、上限を。で最初は500トンだったかな、うん、になって2500トンで毎年500、最初は400トンですね、次は500トン、それからまた400トンになったんですね。はい、というようなことで、右の下のグラフで青いところが、昔は売却してて、その、なんていうか、上限まで、CBGA1 の時は上限まで売っとったんですね、うん、500トン、400トンですか、はい。それから500トンになった時も上限まで行った時は1回ありまして、あと、3回目の公開の時にはもう誰も売らなくなっちゃって、うん、から4回目はもう全然売ってませんから、もう意味ないと。ただ、まあ、ドイツとかで最近売ってますけどね。うん、いずれにしても、そんなに大した量じゃなくて、はい、逆に買いが、中国と、ロシア等々がですね、買いが増えてきたんで、今はもうやめようという。もうこの協定は必要ないですね、ということですね。はい、金の歴史ですね。はい、去年なんかは、後で書いてありますけど、うん、去年なんかは中国を含めて、中央政府保有金の増加ってのが、後で書いてある800何トンで多くなってまして、過去最大になってますね。うん、はい、途中結果としましては IMF が、この IMF がこの協定の範囲内で、インド銀行に売ったと。まあ、なんていうか、市場に出てない売りですから、あまり関係ないんですけども、うん、IMF の残高が減って、インド銀行が増えたということでございまして、うん、そういうことがありましたよ、というところで、2010年以降は、買いから、はい、逆に売りから買いに変わりましたよ、と。ということで CBGB の役割はなくなったということですね。はい、で金の牽引してますと、どこかに書いて544トンに達して1960、去年はどこだね、過去今世紀2番目に高い購入量を記録したということを書いてある。あ、ロシア一番下に書いてありますね。そうですね、はい、うん、ということで、最近は金の需要の中で主要な役割を、まあ、15% ぐらいですけども、うん、金の需要の中の主な項目に入ってきましたね。中央銀行の買いってのはですね。はい、はい、ということで金についてお送りしてまいりました。はい、さあこの後なんですけれども、はい、第4部で原油についてお聞きしてまいります。最後までお付き合いください。はい、ありがとうございました。一旦失礼します。